NPB で無双してた吉田正尚がメジャーで通用しなかった理由。何？身長、150キロの速球は打てるけど、150キロを待ちながら130キロのスライダーを打つ技術がなかった。メジャーが打てなだけで打撃はイチローレベルやで。すごいはすごいんだけどね。30本は超えたことないパワーは不安視されてたやろ。イチローの日本時代の突出ぶり舐めすぎやろ。7年連続2位に大差つけて首位打者やれるくらいじゃないと無理。吉田なんて青木以下の選手だろ。首位打者なんて MLB は評価しないし実際判断基準にはならんぞ。打つのだけだとね。大谷クラスでさえ DH だからと難癖つけられるんやで。そもそも無双というほどの成績じゃない。歯があまりにも真っ白いから。なんで今日はベンチじゃないんや？左腕のパクストンやで。守れないからでは？打てない走れない守れないイチローみたいなもんやな。特にシーズン半分過ぎて本塁打4本はやばい。今のメジャーって150キロだと平均以下で遅いなって感じるレベルだからな。日本で四球多かった選手はどんどんストライク投げ込まれる攻めに苦労してるイメージがある。守れれば違っただろうけど村上とかも同じで通用しないだろうね。守れない分めちゃくちゃ打たなきゃダメというのがきつい。まず球場のデカさが違う。外野フライ並みの当たりで HR 扱いの日本の HR 数は意味ない。吉田はいい加減マッチョを自称するのはやめた方がええと思うわ。MLB でダメだと NPB 時代も否定されるからな。ご視聴ありがとうございました。